もうめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。本当にもう皆さんのそのね、うちわとかこう応援してくださる、なんていうんですかね、皆さんのおかげで頑張れてるので、頑張れてます。やってる？うん、やいやい。からのウォウォウ。あ、持ち合ってくる。あ、なんか先っぽあんねん、あれ。マジ？あ、でもな、多分つかへんよ。そう、あの、皆さん聞いてください。ん？元カミちゃん、どうしよう。これな、あのここさあんねんけど、せったらいけんねん。皆さんこんばんは。映っちゃった。ミニちゃん。あ、こんばんは。ミラコでなんですけど、うん、最近おここが、うん、アイスを食べたいって言っていて。どういうこと？あのアイスをね、うん、食べたい。食べた？何食べた？雪見大福。ちなみに雪見大福を食べたんですけど、うん、お疲れ様でした。どうでしたか？今日の公演ですか？いや、雪見大福。え、待って、ミラコの靴下ツイッターにあげられてるでって何？え？見ようや。ミラコまたぎしてくれてありがとうって。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。待って、めっちゃおもろいやん。ほんまさ。死ぬ。みなみめっちゃおもろい、これめっちゃおもろい、すごい。確かに履いてない今ね、ちょっと片足、そうそう、片足、表情で片足靴下、面白いな。めっちゃおもろいやん、びっくりしたあれやった、ナングラやった、やばい、いつまで分からん。でもまだ発表されたら分かるやな、うん、いけるいける。あのクリスマスイブ、あなたの最高の胸キュンをみたいな。あ、苦手なやつや。ほんま苦手やねんけど。苦手や、苦手なやつや。アイス取ってこようか。いいよ別に。後半に優しそう、ふみつぶ。あ、ごめん、そんなことないんだよ。ごめん、言い過ぎた。食べていいよ。食べてんの？ここの分。あ、いいの？うん。もう食べないもん僕。あ、さすが。おここさん、あ、12月23やって。お、まだですね。皆さんありがとうございました。どうでした？あ、今日の公演かアイスどっちですか？うん、今日の公演、今日の公演ですか、うん、あの今日の公演すごく楽しくて、うん、おこことねあんまり目を合わせるところがないんやけどさ、うん、おここがね、うん、部屋で目合わせてくれたのをいつも忘れんねんな。あ、あの途中経過、そうの一歳終わってから2円に行くまでに、うん、あの、奥部屋ってやんねん、いつも忘れんねん。あ、奥部屋忘れた。そうそうそう、いつもいつもさ、やばくない？じゃね、大移動やで、ね、未来分か大移動か大めっちゃいい移動しやな。だからんん、めっちゃ必死でやんのに奥部屋でいつも出てくるから、え、ブリブリ、え、ミラ忘れてた、忘れてたって。そのなん時の未来の顔がめっちゃおもろくて、うん、ああ、また忘れてたって。そう、めっちゃおもろいねん。逆にもうそれでいいよ。いや、でも次から絶対これ話が覚えてるわ。マジ？皆さん途中経過ね、私がこの、うん、移動してる時に目合わすので、1サビ終わりとか、うん、うん、1サビ終わりで V 字に一回なってから分かるかな、るV 字とか分かるかな、分かるか。未来があの上手になんか前来たなと思って、めっちゃ下がってる、ちょっと分かりにくいな、頑張ってください、頑張ってください。とりあえず、まあ、1サビ終わり、うん、もうずっと見といてください、うん、で、まあ、移動、大移動があるんですよ、うん、そうそうそう、移動してから、そう、途中経過よろしくお願いします。そこで次目合わせてるのかっていうのが見どころです。また私が忘れてるのか、うん、忘れてそう。忘れてる。
だから今日2回公演でどっちともさ、そう、あーで、いやね、初めてじゃない、今日昼公演で初めてじゃん。あ、いつもやってくれてた、うん、もう気づいてへんかった、もういつも見てて、そうなの、今日もお昼で気づいた、あ、なんかやってくれてるって思って、うん、夜はもう切らせるって言ったの、あ、やっちゃったってここで、まあ、なんか王子中のじゃねえよって感じそうやっちゃったね、うん、おもろかった、顔がおもろい可愛くて、顔が、うん、びっくりびっくり、今日も可愛いだってさ、どうする、イエーイ、イエーイ、キャンキャン、ちょっとうるさい、うるさい、仲良し、仲良しだね、みーちゃん、うんうんうん、ありがとう、いっぱい出てくれて、ミックスジュース、うん、嬉しい、こちらこそ、うん、おみかん担当です、おみかん、おみかん、いちごやろ、うん、あれさ、うん、エンジンの時めっちゃおもろかった、そう、今日ね、なんか渋い声、おみかん、あのねいつもミックスジュースって担当フルーツをね、うん、順番に言っていくんですよ、でココナッツのね、ココナッツもおもろかったよ、うん、おもろいおもろい、その時にみんなおみかんって言った、爆笑してくれてな、嬉しかった、うん、どうやった、笑い取れた、気持ちいいってことだね笑い取れて、めっちゃ笑ってもうたもん、おもろかったもん、うん、夜ご飯食べるん、お寿司、うん、梅山の方いっぱいあるんだよな、食べるお寿司、うん、なんかね、梅山さんはね、すごく梅山さんなんですよ、どういうこと、梅山さん最近ね、公園めっちゃ出てるくない、そう、綿木で、もう一旦落ち着くかな、今日で、あ、よかった、そうなの、もうだって言うてる間に12月か、やば、あと2日や、3日やで、やばくない、はい、12月10日は誰の誕生日、ショールームしてます、12月10日は誰の誕生日だ、みやこ、あー正解、おめでとう、ありがとう、あ、なんか来た、あ、いいんですか、あ、これ、あ、これ、これ、アンナの差し入れだ、昨日の、そうなん、そうやってんや、そう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 、食べる、どっちがいい、どっちがいい、どっちでもいい、みやっぱり食べてるから、あ、じゃあこっちいただきます、こっちいただき、アンナ、ありがとう、ありがとうございます。これさ、昨日出てへんさ、メンバーやったらさ、ちかしげさんからの差し入れになってたよな。いや、確かに確かに。だって、分からんかったもん。な、あの、めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しかった？美味しかった、めっちゃ美味しかった。これ食べたけどめっちゃ美味しかったね。キャキャ。TikTok でさ、テテテテテテみたいな。知らん？全然、もう一回。何それ、これ以上歌ったらバンされるわ、あ、そっか未来はね、100円、今何が流行ってるかな、今何やろ、歌われへんもんな、うん、ショールームは、誰好き、どうもこんにちは、ひまわ、ひま、ひまです、なんかあの、日本でめっちゃ可愛い、3姉妹、あ、知ってる、わからん、ひまわり、ひなた、どうもこんにちは、ひなたです、めっちゃ可愛い、え、わからん、見たらわかるかも、音なしで、キマゼット流行ってるって、あ、キマゼットな、こうメンバー内でちょっと流行ってますね、 それな、おこくがさ喋ってたからさ、キマゼット、うん、やっていいやん、うん、やつ MC で、うん、1回目滑って、2回目大吹きして、なんかごめん、あ、そうなん、よかったよ、よかった、そう、ココとミライとナナホとかでめっちゃやってますね、キマゼット、キマゼット、ちょっと出てこへんわ、調べ方が悪いの、いいの、ありがとう、まあ、うん、あっという間でしたね、ね、11月もやばい、今日11月28日何の日だ、ん、あ、わかった、何やった、何やった、ね、え、何やったっけ、何やったっけ、なんで分からへんねん、何やったっけ、未来の親友のお母さんの誕生日や、知るかそうなんや、おめでとうございます、おめでとうございます、え、何やったっけ、28、28、
なんか言っててんさっき。マジ？うん。めっちゃドアスレ嫌や。なんだろう。こうやってさドアスレして思い出さんかったらめっちゃもうあかんらしいで。もやもやする。それは脳的にあかんってこと？うん、近しげさん。ケイタ近しげさん。おここはね。あ、つやつやの日。あああれね。28。つやつやの日。明日いい肉の日やって。ちょっと待って、明日お肉食べるしかない。お肉。行こう。肉。イエーイ。お肉大好き。でもお肉やるここの方が好き。知ってる。わお。え、めっちゃいいやん。まあ、いかんけどな。ちょ待って。ちょ待って。ちょ待って。ちょ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 。11月ね、おこことね、旅行行きたかったんですよね。ずっと言ってたよな。結局もう無理や。もう無理や。28無理や。次ジョちゃん出場今日無理や。無理。一回未来とは。ありましたよね。旅行っていうかなんか泊まる、そうホテル泊まる。言っていい？いいよ。ユニバに泊まりがけで行ったんですよ。そう。めっちゃ楽しかった。マジで楽しい。ホテルがめっちゃ綺麗で、うん、二人でな、もうお風呂もなめっちゃ綺麗でな。もう思い出したらもう嫌い。もう楽しすぎた。ベッドもねちょっと離れてたんやけど二人で、ね、回せくっつけて。楽しかったな。うん、あの時。なんか若いよな。うん、若かったな。また高校、メリも高校生やったし、高校3年生とか、うん。そっか。うん。やば。1年前ぐらい。ちょうど。夏なんかちょっと肌寒いみたいな感じだったもん。10月とか？じゃあ9月とか。めっちゃ楽しかったな。もう1年経ちました。でもお風呂は一緒に入ってくれませんでした。うん。断りました。ここね絶対お風呂一緒に入ってくれないんですよ。うん。いやいや。なんで？ママいつかあるかもな。うん。うん、かかったらもうテリアさんだから怖。いやマジで楽しかった。の楽しかった。ミラたちは絶叫乗れるから、うん、いっぱい乗ったな。めっちゃ乗ったな。写真もいっぱい撮って、うん、空いてたし、うん、空いてたな。あの時は、うん、ターキーリックも食べたな。え、食べたっけ。あ、食べたな。覚えてるよね。うん、もちろん。ピザも食べたよな。うん、あ、食べた食べた。ポテトも食べた。食べた。写真撮り合いっこしたよな、うん。すごいファンの方に声かけてもらったよ。うんうんうん。覚えてる。ちゃんとマジで覚えてなかったそれ。ピザのくだり、うん、大丈夫。未来あの食べたものを、うん、記憶力すごいから。すごいな。なんかカチューシャも交換し合ったり。そう、お互い自分の持ってて貸してくれた。だから2日連続行ってんな、うん、2日連続ユニバ行って、1日目ユニバ行って楽しんで、ユニバのホテル泊まって、2日目も泊まって楽しかった。今思えばさ、ようオフあったよな。なあ、2日もな、うん、ちゃんと取れてな。確かによかった。次はね、どこ行こうかなって話してるんですよ ね。普通にさ、うん、めっちゃいろんなとこ言ってて、もうどこがいいかなって。内緒だね。内緒だね。内緒です。じゃあスペシャルゲストでした。 ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。以上、ミラココとミラコでした。何で、ね、バイバイ。バイバイ。あー、リセンキュー、センキュー。はい、あ、忘れてた。ありがとう。バイバイ。はい、じゃあ最後にマングラのやつをやりたいと思います。そのお題が、今日はクリスマスイブ、胸キュンセリフどうぞみたいな感じなので、胸キュンセリフを言いたいと思います。どうしよう、考えてない。すごい韓国語のコメントが、ありがとうございます。サラヘヨー、カムシャハムニだ。今日のコンタクトか。そう、今日いつもと違うメイクなんです。わかるかな。
なんかオレンジっぽいメイクで、ちょっといつもと違う感じです。え、どうしよう、胸キュン。クリスマスイブやろ。そうですね。あ、でもこれ皆さんと考えていいらしい。なんかありますか、提案。難しい。私めっちゃ苦手で胸キュンセリフ、まあご存知だと思うんですけど。ココナ得意やんって来てる。嘘やん、私がプレゼントよやって。それめっちゃいいやん。え、明日からですか、ナングラ。じゃあまだやってあかんのかな。え、明日からかな。やっても大丈夫よって。どうなんでしょう。あ、11月29、え、今日28か。やって明日発表すれば OK。 あ、OK。 あ、いいですね。ツイッターに載せるのは明日にしたらいいんじゃないって。お、よきよきよき。じゃあそうですね、クリスマスなんで内容覚えておかないって。確かに確かに。もう下書きしときます、ツイッターに。皆さんも覚えといてくださると嬉しいです。クリスマスといえばクリスマスケーキ。そうですね。めっちゃむずい、どうしよう。今年のクリスマスイブは YNN ですね。そう、24時間生配信ということで、皆さん楽しみにしててください。すごい、みんないっぱいコメントありがとうございます。ケーキと私どっちにするの、やって、かわいい。いいですね。じゃあそれでいっか。でも組み合わせたいですね。なんかじゃあクリスマスイブココナアレンジあった方が。クリスマスって何？ケーキとお餅ならどっちですか？今日の私ケーキに負けないくらい甘いわ。めっちゃいいやん。ナングラって大喜利なのに胸キュンか。そう、ちょっとこれは笑いに行った方がいいのか胸キュンに行った方がいいのか分かんないですね。どうしよう。クリスマス、あ、これじゃあこれにします。ケーキとお餅どっちを選ぶの、これでいい。いいかな。ケーキとお餅どっちを選ぶの、それだと胸キュンせんやん、やって。しかもさ、ケーキとお餅って絶対ケーキやん。しかも正月感あるしな。どうしよう、クリスマスイブですよ、クリスマスイブに胸キュンですよ。むずい。
喜利になっちゃう。正月感ありますよね。じゃあ正月感しかないって、うん、今日は君と一緒にクリスマス過ごせてめっちゃ嬉しかったよ。来年も一緒にいようね。とかでよくないですか。でもめちゃくちゃシンプル片言感ってきてる。ちょっとめちゃくちゃ棒読みになっちゃったどうしよう。なんかさ、関西弁、関西ってさ、君とか言わんくない？君と一緒にいたいなとかよくさ、なんかアイドルとか言うんですけど、言うと思うんですけど、なんか関西って言わんよな、そういうの。関東って感じがします。あんた死ぬあんたやばいあんたやっぱ面白いんですね、関西弁関東弁。どっちもいい意味で違っていいですね。決まらん。あ、分かった。じゃあ、クリスマスケーキかお餅どっちを選ぶ？来年も君と一緒にいたいなはい、決まりました。これです。なんかもう無理やり組み付けました、組み合わせました。そこはあんたやろやって。あー、そっかそっか。じゃあ来、あ、わかったわかった。じゃあじゃんじゃん、クリスマスケーキとお餅どっちを選ぶ？来年もあんたと一緒にいたいもうはい、これでこれでいいですね。大喜利感もあるくない？ちょっとあんたっておもろいやん。これ覚えといてください、皆さん、皆さん覚えといてくださいね。もう忘れました私。じゃあ明日またツイッターで発表したいと思いますおもろい。ではランキングを読みます。13位、夜公演楽しかったエイジさん、ありがとうございました。12位、はちみつさん、ありがとうございます。11位、しんぺいさん、ありがとうございます。10位、白玉さん、ありがとうございます。9位、デコパンマン、ありがとうございます。誰かめっちゃくしゃみしてる。8位、ダイさん、ありがとうございます。7位、斉藤さんやぞ、ありがとうございます。え、待って、ランキング変わったかも。6位、しのさん、ありがとうございます。5位、ダイさん、ありがとうございます。4位、みやっちさん、ありがとうございます。3位、スノーマン557、ありがとうございます。2位、ライトワン、ありがとうございます。1位が、じゃらら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 、じゃん、ひじりまんさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。多分これが11月最後のショールームだと思います。皆さん大好きです。またしますね。